はい、っていうわけでやってまいりました。今日はですね、もうね、実は売れちゃったんですけど、こちらね、ラジコン。私ね、これ2、3回遊んで、全然ね、もうそれっきりだったんですよ。もう飽き性なんでね、これね、ホーネット、ラジコンですよね。私ね、40代なんですけど、これ、まあ40代ぐらいのね、お父ちゃんは、結構ね、これ懐かしく思いますよね。で、最近ね、こういうのね、また復刻でね、出してるんですよね。で、まあ、ちょっと私ね、もうこれ、置いててもね、邪魔なんで、嫁にね、もう捨てろって言われたんでね。ただね、ちょっと捨てるのもったいないんで、メルカリに出しました。しかもね、今日の朝11時2分ですね。11時2分でもう今は売れちゃったんで、3時間半ですね。で、もう商品が売れたんですよね。しかもね、その間にちょっといろいろありましてね、値引き交渉があったんですよ。私ね、こちらね、送料込みで6500円で出店してたんですよね。まあ、箱なしで傷ありでね、やってたんですけども、まあ、途中でね、一人欲しい方が、値引き交渉をしてきたんですよね。で、まあ、500円値引きしますということでね、値引きしたんですよね。で、一応ちょっと値引きする前にね、ひょっとしたらこれ、この人以外にね、これ購入しちゃったらどうなるのかなと思いまして、一応ね、いろいろ調べてみたんですよ。そしたらね、まあ一応、メルカリの規約上ね、まあ先に購入した方が、まあ優先だということで、まあいくらね、値引き交渉した方が欲しかったとしても、まあその人の手に、渡らないということなんですね。まあ、先にね、ポチった人がね、優先と。これ今から梱包して、近くのね、コンビニで、発送します。私ね、近くにセブンイレブンがあるんで、そこで出そうと思います。で、メルカリのいいところはね、住所がね、わからないということなんですよ。メルカリ便っていうのがありまして、まあ、それで出すと、こちらの個人情報がわからないというところですね。まあ、出店するのもね、すごい簡単でした。写真ね、こんな感じで、何枚かね、カシャカシャっと写して、コメント欄にね、このおもちゃの状況をね、書き込んで、まあ、説明書も箱もないですよと、傷がありますよという感じでね、簡単にね、もうこれ作業時間ね、まあ、写真撮って入力してですから、まあ、30分もかからなかったですかね。で、もうびっくりですよね。もう3時間半でしかも売れちゃったということですよ。今ね、ちょっとツイッターしてました。うずさんが、ツイートしてくれたんですよね。ちょっとツイッターでね、メルカリでホーネット売るって言ったらね、うずさんがね、私も持ってますと。なんかね、コミカルホーネットっていうね、小さい、これホーネット持ってましたね。この年代はね、結構、この子供の頃にね、あったおもちゃなんで、ちょっと燃えますよね。私のツイッターね、ちょっと皆さん、チェックしてくださいね。登録してくださいね。概要欄貼ってます。はい。まあ、今からね、これ配送して、もう終わりということなんですけど、ちなみに、最終ね、これ6500円を送料、6000円で売買したので、これ手数料がね、販売手数料は600円。まあ、つまり 10% ですね。なので販売利益が5400円です。まあでも、倉庫の肥やしにしてるよりはね、まあ5400円で、なんか別のもの買った方がいいですよね。そっか、10% なんですね。はい、いかがでしたかね。いやー、これホーネットね、ちょっと売るの寂しいんですけど、まあ欲しい方にね、行った方が、この子も幸せかなと思います。初めてね、メルカリやったんですけど、本当にね、簡単でびっくりしました。そして、もう売れちゃったんで、本当にびっくりしましたね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、メルカリで、私のホーネットのラジコンを売ってみたでした。じゃあね、バイシュー。